客様にお知らせいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ボビーチェアの利用については3つの密を回避する。食パン、かわいい、それ色それだけ、うん、これがよくない、うん、それ買いに、でもこれだったらさっきのヘンリーの声かな、うん、しようかな、これまでトートバッグ、うん、あら、あら、いいんじゃない、長くて合わせて鏡のとこ行って、書いてるよ、首小さくない、あ、全部で、ピンクの靴ある、ピンクは同じだよ、長袖でしょ、刑事学校の服もね、今シーズンが多いですね、こういうタイプとか、 あと芝学校もこれもまだ取れるんですよ、あ、それいいんじゃない、あ、そう
ざっくり。うん。ヒーギャラリアでいろいろ買ってきました。空港に向かって今日は宮古島に行きます。
も欲しい。多いね。ここが玄関です。で、こんな感じになってます。こういうグラスみたいなのが置いてます。で、今日泊まる部屋はスイートルームで一番いい部屋なんですけど、玄関からちょっと歩いたところにリビングがあるので、ここでご飯食べたりとかできます。で、奥にベッドがあるって感じで、で、ここがソファーです。で、目の前に大きい、すごい大きいテレビがあります。で、こっち側にテラスがあるんですけど、まずこっち側に、リビングの前にバスルームがあるんですけど、バスルームの前にウォークインクローゼットがあります。こっちにバスローブがついてます。で、クローゼットです。そしてこっちに、で、ここにクローゼットがあるので、服とかかけたりできて、これはアメニティでついてます。ヒルトン、セゾコリゾートって書いてあります。ここ
校内のパジャマの金庫か。ここがバスルームです。こんな感じでトイレがあって、シャワールースがあって、で洗面台があって、あ、これもつくやつだ。で、アメニティです。シャワーから渡ってバスタブがあります。結構広いバスタブで2人ぐらい入れそうな感じで。ここ開けてみる？うん、ここ開けて入ってもいいかな。見えるよ、見えるよ。こんな感じ。ユーバスになっているので景色を見ながら入ります。じゃあバスルームはここが全部窓になっているので、すごい景色はいいと思います。ここ行く？うん、すごい風。うん、で、ここがダブルベッドです。一番奥にダブルベッドがあって、こんな感じで、何もない。で、今ちょっと夜で見えないんですけど、新しいヒルトンのホテルが建設中です。見えないね、うん、はい、ということでお部屋紹介でした。こんな感じです。いいな。
チキンナゲットスマイルナポリタンとかなんだっけ。ナゲット。下の方がいい。ここだよ。こういう風に。で下の方がたくさんあるね。ねナポリタン。好物ばかりでしょ。好物ばかりでしょ。好きなもの。好物。ケチャップは？オイルエッグ。フライパンの中に何かあれしますか？
いよ、片方持てる。Japan Airlines Flight 9Thank you.